続け。ようやく完成したぜ、海賊要塞百鬼不覚。こいつはどこまでも自由な船よ、なぜか。おもちゃを好むは愛も変わらずだな、カラス。お客さんだ、整備の当番以外は出てこいや。了解だ。あえ縄につられてドロドロ来やがった。眠りな、あとは海に撒いてやるからよ。この船には鬼の牙が仕込んであるのよ。いいか、鬼の牙に噛まれると痛いんだぜ。遠目に見ただけで足がすくる。これが限定ってやつか。好きに使いな。だが汚すなよ。最後の時まで熱く回路へ。このが命、焼き尽くせ。しっかりしろ。兄貴に心配かけんじゃねえ。すんません。お次は鬼の爪だ。これまたすっげえ痛いぜ。確かに、なんという痛そうな仕掛けだ。行くぞ、もう変われ雨の車輪前で。いかがして戦とはこういうものだと。まだまだお星様が一つあるじゃねえか。死にたくなかったら大将のそばから離れるなよ。やろうとも、気合はどこに置いてきやがった。すみません。完了だな。やろうとも、応援してやんな。了解です兄貴。富岳量産の暁に毛利なんてあっという間に潰してやるぜ。兵卒として歩むのもなかなかどうして心地よい。これで目が切ろよ。やべえ兄貴、北進星が消えそうだ。おっと、こいつはさやかが専門かな。確かに我らの火力だが、使いこなせなければ意味はない。あんたを雑魚とは呼ばねえよ。不手際をさらすな、友よ。世を悲しませないでくれ。その刃はうぬには向かぬようだ。他に持ち帰るがよい。義輝様を称えるお言葉を。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが大家の生き様だ。あんたがいれば鬼にキャラモン。いや、鬼に大砲だぜ。あれゴー。元近といい、調子のいいカラスばかりだな。やろども、すっかりさやかがお気に入りじゃねえか。契約っていうのも一つの賭けであると思うことはないか、友よ。我らの契約は必ず履行する。賭けなど成立しない。ここは逃げるが勝ちだ。てめえ覚えてやがれ。この雲の上は、お前は何段ほどで倒れる。ありぬ姉さんに何しやがる、このサピが。紫の世は終わりを告げた。地よ、天よ、ただ赤黒く。いずれまた銃火を見舞おう。新たな戦場でな。潮時ってもんがある。
が、まだそれでも。いろえ。ヨシテル様ほどのお方でも何かに思いを煩うというのか。このくらいさざ波よさざ波ですよね、兄貴。あんた、鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。上祖壁軍のこいつを忘れてもらっちゃ困るぜ。あれ、こんなとこにネジが一個落ちてるぞ。大丈夫かな。いるわ。行くぞ、思えよ。ありったけの爆弾用意。兄貴をかっこよくてらせ。何やってくれたじゃねえか。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、やっしん。うちの技術と最下の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。足だって飾りですぜ、兄貴。最下の名を出すぞ。これは面白いな。この乱世、まだまだ世の知らぬことばかりということだ。色を風に登れ、剣よ。死んでも仲間を見捨てるな、野郎ども。俺たちは兄弟。いや、それ以上だ。当然だぜ、兄貴。なんのなんの、びくともしねえぜ。ありぬ。聞いたのは潮の流れよ、血の気なんかじゃねえ。いろい。泣いてるな。百鬼丸がここまで押されるだなんて。おお、世の剣を受けても未だ折れぬか。これは強行。さすが百鬼丸だ。なんともないぜ。射撃誤差修正。兄貴、準備が整いやしない。四国中の力、お前に預けるぜ、百鬼丸。もっともっと束になってかかってきな。四国上祖壁軍兄貴親衛隊所属、移動要塞百鬼区画、絶対防衛からくり兵器百鬼丸をなめんなよ。他に吹く風なんざ関係ねえ。波は、嵐は、俺が起こしてやるのさ。百の鬼、その王者が百の傷を刻んでやる。よー、兄貴。暴れ、
その方が我が真であれば、特にともさぞ面白きつながりができたであろう。俺は海賊だぜ。そんなご大層なもんじゃねえさ。金銀など見合うまでもない。求むるとすれば同格よ。いいぜ、あんたの度胸を試してやるさ。こんなバカが、異国の海が俺を待ってるってのによ。これすなわち霊言の太刀。どうだ、行くぞ。乱は終わらぬ、終わらせぬ。人よ回せ、定めを回せ。そして願わくば打ち砕いてくれ。行くのも悪くはなかろう。ええ、あなた様のおっしゃるとおり。氷たるその方に生まれて初めての熱を送れた。これ以上に喜ばしきこともないな。恐れながら私はすでに炎を帯びておりました。こう皆無と武田信玄と相まみえし戦は、あれに勝るほてりを私は未だ知りません。うん、そういえばその方は長らくかの雄と競り合いを続けていたのだったな。好敵手、己が追というものか。それは世の知らぬ限りだ。上杉、羨ましいな。豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。はあ、いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘び助。おかしな鹿と少年がおりまする。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやっさん、春様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。鬼人を倒したならば、残るは薩摩の鬼ですな。独眼竜が水郷にも稽古相手を求めているとのことです。ちょいと手合わせだ。レイディストーンチャレンジ。義輝様、戯れにお尋ね物狩りなどいかがでございましょう。